まあこうやって音声を入れているんですが、今日は相当音声を入れたなと思いました。まあ特に入れたのはこの下の方にある、しっかり母さんとぐうたら息子の人生論、沢村貞子さんと植木仁さんの対談本なんですが、これについて相当音声喋ったなと思いました。実際はこれは、どこから出ているのかというと、岩場というんでしょうか、出版社というか、まあ表紙の下の方に岩場、岩と書いて波ですね、ブックレットナンバー47とあるんですが、で、まあ、値段が裏の方に書いてあるが250円です。岩波書店というんでしょうか、250円というのはずいぶん安いもんだなと思いましたが、この本をやったのは結構、この本について結構書いたな、音声を入れたなと思いました。音声はだいたい1時間以上話したような気がしています。そのため結構喉が痛いです。ただ嬉しいことに音声を、まあ自分で声を入れる、音声を入れるということは、喋るということ自体脳を活性化させるみたいで、だら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 していたのが少し、まあ何をやるにも少しだけ積極的になったなというような実感を持っています。でこれからやることは何をやるのかというと、まずはそうですね、ヤフーの、今ヤフーのトップページの国内というところがあるんですが、その他国内というところがあるんですけども、ヤフージャパンのトップページでタブをクリックして、その他、相撲不祥事 NHK 5日に検証番組という記事があるんですが、これはまあ相撲の、賭博問題についての検証番組をやるということなんですけども、当初、NHK は5日午後8時からというふうに書いてあるので、2010年7月の5日5日ですね、午後8時20時から総合テレビで NHK スペシャル大相撲はよみがえるのかを急遽放送すると発表したというふうに書いてあります。でこの日当初放送予定だった鶴瓶の家族に乾杯番外編は9月27日に放送予定というふうになりましたが、で結局相撲問題で、NHK が相撲大相撲を放送するのかどうかということは、 NHK の福地茂雄会長は2010年7月1日の定例会見で、大相撲名古屋場所を中継するかどうかについて2010年7月5日に相撲協会から説明を受け、それをもとに6日以降に結論を出すとしているというふうに書いてあるんですが、まあどうなんだろう、もうやればなんでこんな不祥事ばかりやったのに大相撲やるんだという批判が来るでしょうし、NHK が放送すれば NHK の方にな、まあ問題ですね、しなければ何で放送しないんだと NHK の方に苦情が来るのかなと思っています。これはなかなか難しい問題だなと思っていますが、そうですね、この、ヤフーヘッドラインの NHK2010 年、まあ2010年とは書いてないんですが、 NHK5 日に
相撲特番を急遽放送、野球賭博問題を受けというページの右側の方に、7月11日投票日、2010年参議院選挙というのがあるんですけども、参議院選挙で、まあ、よく話が飛びますが、期日前投票、つまり、7月11日の前に投票することができるんですが、これを投票すると、例えば開票作業の人件費が、削ることができる。削ることができる。ということだったら期日前投票したいんですが、それがはっきりしないのです。なので期日前投票は自分はやったことないんですけども、レジャー、遊びで投票できないという理由でも構わないそうです。そうですね。あとはやっぱりこのハンディカムでサイズ解像度を 1920×1080 というふうにしたせいか、容量がほとんど画面をスクロールしていないんですが、6分で 60MB になるのです。で、これで、まあ、ため、か、試し、か、試しに、画面をスクロールしてみたいと思います。で、まあ、あんまり長くはないんですけども、あっという間に、まあ、そうですね、どんどんいってしまいますね。そうですね。まあ一応、YouTube だったら 2GB、まあ 2000MB、約まあ 2000MB まで大丈夫なので、特に問題はないんですが、アメーバービジョンや他の動画サイトというのは、動画サイトは 100MB という一つの基準があるので、それは超えないようにしたいと思っています。まあ、あと 30MB あるので大丈夫だと思うんですが、で、ヤフーアクセスランキングを見てみたいと思います。ヤフーアクセスランキング経済なんですが、まあ、一度やっぱここで聞いた方がいいかなと思って、一回聞いたいと思います。